かしては返さんぞ。やめろフリーザー、ゴーカー許さんぞ。欲も欲も、うわここまでの歴史の流れは正しいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。手を連れてさっさと地球へ帰れ。エネルギーがちょっとでも残っているうちにとっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚め伝説の戦士スーパーサイヤ人孫悟空だ。見せてやるぞ、 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の塵となる。死ぬかもね。いや、5分もあれば十分だ。貴様を倒し仲間と共に脱出する。ガキたちがこの星を脱出するため時間稼ぎだけ。そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここででかい口を聞くのもそこまでだ。黙らせてやるぞ。もしつっこいくたばり族ね。いいだろう。今度はこっぱみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリーンのこと。なんだ
海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて。でも大丈夫。それにしても、そう、ええ、邪魔をしたらどうして今回。さあ、そうかもしれないわ。はい、お疲れ様。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。